トマベ知識認定コーチの西村です。本日は恋愛に効く実践講座のご紹介です。今回ご紹介するのはセックスレスカウンセラー&男心の専門家の愛香さんです。この愛香さんですね、マッサージレッスンとかイチャイチャレッスンっていうのを開かれてます。メルマガ無料でなさってて、いろんなのがご案内されているので、いわゆるマダムの方でちょっと悩んでるわって方は、私がちょっといろいろとご紹介している本当の実技とかっていうのよりはかなりライトなコミュニケーションが中心で、旦那様との会話増やすとかっていうような感じのレッスンになっているので、そういう悩みにはすごくいいんじゃないかっていうことでご紹介します。私あえてその今までご紹介しなかったのは、最近愛香さんのこと知ったんですよ。で、実際にメルマガ撮ってじーっと読んでみて、この間本人にあえてお会いしてきたんです。で、お話しして、いいなと思ったのでここでご紹介してます。何がいいかって言ったら、この愛香さんってソープ場のご経験豊富なんですよ。その講座でツボ、旦那様のイヤンな部分をバッチリ立たせるツボをご紹介されてて、なんですけど、実際にその愛香さんが伝えたいのは、あくまで仲良くなるための心の方を重視されてるんです。だからどうやって写真で可愛らしくって写るかどうかみたいな、そういうところからなさってるし、高級ホテルとかで、レッスンされてる時も服着たままなんですよ。いかにその愛されるかみたいな、精神面重視みたいな感じなので、心がまず先だわみたいな感じの方にはいいんじゃないかということで、こういうライト版もあるよってことで比較検討してみてください。